ちょっとなんか飛ばされたんですけど、どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ということで、なんなのこれ、急に入ってさ、掲示板があって、なんか右にさ、見て、討伐対象ウィザスケ、クモ、ゾンビ、ピグリン、ブルート、ファントム、ホグリンって書いてあるんだよね。で、なんかここにあんだよね。ちょっと待って、これゾンビ倒したりしたら、なんかチートアイテムがこれもらえんじゃない？ファントム倒したらね、エリトラもらえんの？これピグリン、ブルートで金リンゴ、すごいね。ホグリンでなんかもうマガマガしい盾で、ウィザスケでなんか最強そうな剣。ちょっとこれ指名手配だね、これね。指名手配モブ倒してチート装備がもらえるということで、頑張っていきます。ちょっとじゃあ、そしたらちょっとあれだよね、まず木とか取ってって、もうこっからはさ、俺 RTA 戦法で戦っていくってことだよね。いや、俺さ、最近エンドラ討伐あんましてないからね。あー、ちょっとビビっちゃってる自分います。俺一人でできんの？っていうね。作業台オンラインさせていただいて、もうこの辺はちょっといつもの通りやっていくか。でさ、あれなんだよね、村をちょっと探したい。で、この辺絶対村ないよね。この辺あった試しあるっけ？で、キヨキヨ選手はこうやってエンドラ討伐の時は大体ですね、木をたくさん持っとかないと死にます。いや、まあでも、クモとかゾンビ、早めに狙っていきたいのは、なんだろうね。まず寝ないってことが大事だね。まず寝ずに、クモとゾンビを出します。うん。その上で、ファントムも、ちょっと、やっちゃえばさ、エンドラ全然倒せんじゃね？あー、海か。海なんで、ちょっと村探ししていきますかね。海、ちょっと渡ってもいいかもしんない。おっと、壊れたね、ザケ。壊れたね、ザケはちょっと、まあ、ありがたいけど、ありがたいけど、今、村が欲しいんだよね。あれ？あれ？ちょっと待って。これすごくね？半分できとるやん！ちょっと待って、鉄、来い。うわあ！あ、足りる？うわあ、ギリ足りなくねえか、これ。鉄、1個。いや、でも、鉄だけゲットできれば、ちょっと待って、ネザーにはいけることが発覚した。もう寝る必要ないから、飯だけちょっと狩る。あ、鮭いる、鮭。ちょっと、飯取ります。てかさ、俺さ、こんなさ、のんきにさ、エンドラー討伐しようとしてんじゃないよ。チートアイテムのゾンビをゲットしたりすればいいんだよ。このさ、金装備で喜んでる場合ちゃうねんってことですよね。じゃあちょっと鉄だけ頑張って、夜が来るまでに、鉄集めしましょう。あ、じゃあこういうね、石炭とかも取っといて。あ、待って、なんかもう夜来そうじゃない？夜来てる、夜来てる、夜来てる。早く早く早く夜来い。早く夜来いよ。初めてだよね、夜待ち。まず、クモとゾンビを探そう。クモとゾンビ。ピグリンブルートとかはもちろんいないから、ここでゲットできるのは、現世組はね、ちゃんと現世で取っとこう。そしたら、ネザーも楽々チンになるかもしんないからね。あー、すごい。待って、洞窟ある。洞窟行けばよかったね、最初から。夜待ちなんてしなくてよかったかもしんない。鉄とかありそう。さあ、ゾンビちゃん。ゾンビちゃんは？ゾンビちゃん出ておいで。あれ？敵さんいないね。やばい、敵いなさすぎなんですが。あ、スケルトンいた。ん？スケルトン？関係ねえじゃねえか、スケルトン。スケルトンね、湧いてるのは嬉しいね。あ、湧いてんのはありがたいんだけど、あ、鉄だ、鉄、鉄鉱脈、鉄鉱脈。あ、クリーパー、クリーパーは関係ねえな、おい。クリーパー、本当に関係なかった。危ない、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 オッケー、オッケー、ナイス。ん？鉄じゃなかった、今。クリーパーで爆発で、なくなっちゃった。やべえ、やべえ、やべえ。まあ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 。まあ、そうそう、鉄、そんな枯渇してませんよって話ですよね。ああ、危ない、危ない。一回ちょっとゾンビ探そう。ゾンビとクモさん、出ておいで。ゾンクモさん、こんないない？うわ、待って、村人ゾンビとクモ。オッケーオッケー、さあどうだ。お、取った。さあどうなる、モンスターハンター達成したけどどうなる。ちょっと一回退避、一回退避。よいしょ、よいしょ。うわ、うわ、なんか、待って、来てるんだけど。プレイ、やばくない？ゾンビ一体で。せーの、ほい。あー、チートや。完全なるチート来た。ちょっと待って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 、完全なるチート来た。おい、待って、クマ飛んでひねる夏の虫だぞ、お前。いや、これはすごい、これはすごい、これはガチでチートだよ、これは。よし、クモさん来るんだ、早くブカブカ来るんだ。よいしょ、よし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 。さあ、これで次は何来た？なんかズボン来た、ポン。あおい、来たぞ。おい、これで俺マジで無敵だよ、まず。あ、待って、奈落に落ちなければ無敵だね。奈落奈落なのそれ。奈落落ちたら終わりだね。え、あとは？いや、ファントムさ、これ正直さ、これ何、エリトラ欲しいっちゃ欲しいな、確かにな。ちょっとこれ2体目倒したらゾンビどうなんの。いくよ。いらないよ。お、あ、さすがにね、1体だけか。ちょ、待って、俺これ全ロスしたら終わりじゃん、俺。
よし、じゃあちょっとね、さっきのところで鉄集めましょう。これ落下耐性ついてなかった？落下耐性ついてるよね。これ落下してみていい？え、落下してみていい？いくよ。はい、うわ、いや死ぬ、ちょっと食らうやん。よし、じゃあちょっと一回帰ろう。鉄取ったから帰ろう。よーし、帰ってきた帰ってきた。いや、ちょっとお腹空いてきたから、ちょっと盤面整えて、ネザー行って、ネザーの指名手配モブ倒したいと思います。よし、鉄3つ。よし。じゃあ、まずは水バケツオンラインさせていただいて、水汲み。はい、その上で、ミスったら終わるからこっちに作るわ、俺。チキン。チキンキヨキヨです。どんだけチキンなんだよっていうね。いや、俺をね、侮っちゃダメだよ。本当に。よし、これで流して。はい、完璧、完璧じゃん。いや、いい感じにはできてんだよね、多分キヨキヨさんね。うん。そんなに心配する必要ないんじゃないかなっていうね。いや、やっぱ帰宅部動画とかでも結構、あれ？合ってるこれ。合ってるよね。合ってる、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 合ってる。オッケーオッケー。帰宅部動画とかでも結構さ、ネザーゲート作ったりしてるから、自信持ってキヨキヨ。オッケー、ファイヤーチャージオンライン、オッケー。うわ、どうしよう。ファントム、だって今まだお昼の11時でしょ。これさすがにちょっと待てないな。ちょっと一回行ってみよう。よし、鉄のつらしオンライン。さあ、ネザーオンライン。おお、青森ですね。いや、要塞近くにねえかな。ご飯なかったりするからホグリン大事だな俺。ちょっと待って、これホグリン用にこれたくさんちょっと積んどこう。ちなみにこれなんかウィザスケカルトなんか多分泥像とかついてんじゃねえかな、この感じでいくと。全部ついてるからさ、なんか。要塞だけ見つけちまえばこっちの門説はある。だから、ウィザスケ見つけて泥像ついてると思うから、泥像でぶん殴る戦法、それがいいんじゃないかな。なんか、四方八方見てみましょう。ガストちゃんいるけど。ガストちゃん来い。おガスト、俺は無敵だぞ。おい、おい、や、おなんだ、気づいてくんない。あれ、気づけよ、気づいて、ガスト気づいて。オッケーオッケー、あ、よし、いた、いた。俺はこれで練習する。俺は見ろ。待って、俺本当に中身キヨキヨさんだよ。視聴者さんに中身キヨキヨじゃないドッキリじゃないからね。視聴者さんにドッキリってそれ結構難易度高いから、急に。あ、え、え、待って、廃要塞じゃないこれ。うわー、ピグリンブルート、そしてホグリン狩れるぜ。ただちょっと待ってくれ。え、え、え、くんの、いった、普通に痛い、普通に痛い、普通に痛い。え、普通に痛くない？うわ、豚さんいる、いて。まあ、そんな痛くないけど。あれ、攻撃してこない、なんで、いて、硬くね。あれ、倒した。あれ、盾オンラインして、ちょっと待って、危ない、ホグリンいるから、ちょっとこの青いキノコの上で、見ます、せーの、はい。うわー、待って、トゲの鎧って、守るだけで相手死んでく？ちょっとやってみようぜ、やってみようぜ。よし、来い、よし、来い、来い。あれ？あ、これあれか。普通の、あれか、飛び道具じゃないとダメなんか。待って、俺反射性能を持って、反射の鬼、おーつけ、え、勝手に死んだんだけど。勝手にっていうか、一発で死んだ。ちょっと一回これ焼きてー、これ。焼きたいんだけど、なんか焼けるやつがないですね、これ。あ、待って、これブラックストーンで作れないっけ？ブラックストーンでかまどって作れない？ちょっと検証してみよう。これ俺金装備つけてないから多分結構狙われんだよな。どうだろう、作れない？作れたー、やったー、やったー。うわー、これはね、嬉しい。なんか嬉しい。なんか駆使してる感、駆使してる感嬉しいね。ちょっとこの辺に一回ゴミ捨てしとこう。いた、いった、え、何？ん？今キラーンってなったけど別に何も。あ、待って、幻の果実、ちょっと待って、ピグリンブルート倒したら出るやつやん。おい、俺俺音を置き去りにして倒してしまった。すごいすごいすごい。なんだおい、なんだよこれ、ピグリンブルート倒せばよかったじゃねえかよこれ。おいおい、俺もう飯無限だよこれ。なんで、ピグリンブルーとか多分マジであれで死んだよね今。
ちょっとそしたらもう一回撮ってみますよ。もう一回撮ってみますよ。俺歩く兵器キヨキヨだよ今。今あと欲しいのは、あでもそんぐらいか。欲しいのよし倒してみろ。俺を倒してみろ。俺を倒してみろ。あれ勝手に死んでく、勝手に死んでく、俺何もしてない。勝手に、これはガチのチートだわ。おい、ちょっとね、俺を殴るがいい。あれ、おい、なんでそんな握ってんだ、そんな。俺を撃つがいい。オッケーオッケーオッケー。そしたらもう、まあでも金リンゴ63個あるんだけど、ちょっとなんか全部食べんのは忍びないな。なぜか節約しようとしちゃってる救急さんでございます。じゃあ、あと、ファントムのエリトラと、ウィザスケの剣だね。ウィザスケだから、あとは、あれを、多分俺の予想、ウィザスケ倒したら泥像ついて、エンドラ討伐むっちゃ簡単にできるんじゃないかなって思うんだよね。ちょっと行ってみましょう。ちょっとさ、俺一回やってみたいことやってみていい？これ、ゾンビピグリン殴ったら俺さ、ゾンビピグリン無限マシーンなんじゃない？ちょっとやってみるよ。せーの、はい。倒すと、さあ、むっちゃ敵になります。おはははこれじゃあこれじゃあすごすぎる。マジでただのチートだ。これゾンビグリンはゾンビグリン、あれ、あー、向かってきたもんか。あれ噂立っちゃったんじゃないの今。あいつはやべえっつって。ちょっと、もう一回検証。はい、はい、はい、ドン、はい、ドン。やめてくださいね。このコメント欄に、これ何が楽しいねんって書くのだけはやめてくださいね。これはそういう企画でやってますからね。さ、これエンチャキンリンゴってさ、不思議な力を持つ、だってなんか効果あんのかな。再生能力、衝撃空襲だって、耐性、火炎耐性、あ、火炎耐性もついてんだね。あ、もう噂は、あれ、もうまだ噂立ってない、まだ噂中だ。ちょっと一回走り抜けますわ。すごい。肩ぶつかっただけで全部倒れていくみたいな。ちょっとごめんよ。ごめん。ちょっと俺急いでんだ。俺急いでんだ。ごめんよ。ちょっとごめんな。ごめんな。急いでって俺。ちょっと急いでってさ、こっち行きたいんだ俺。やばすぎる。これ楽しいんだけど。これ俺は楽しい。ゲームが崩壊しまうよ、こんなことしてたら。いや、でも俺はこれちょっと嬉しいな。なんか、ウィザスケの剣も気になるし、ファントムちょっとでもこれは集めたいわ。はやはや、あれ？移動速度超速いんだけど、なにこれ？え？移動速度、はやはや、速すぎ速すぎ。移動速度速すぎて怖い。え？なんかちょっと速かったよね。俊敏な感じついてたよね、今。要塞どこ？要塞見つけんのはこれ PS なんだって。おい、急に自信なくなっていくんだけど。要塞、はや、え？速い？え？なんか、早くなったりするんだけど、たまに。要塞ちょっと見つける旅に出ます。いや、ちょっと要塞でもなかったよね。逆塞行ってみるか。うおはは、すごすぎ。俺チート能力なかったらこんなこと絶対しないけど。アクロバティックキヨキヨです。こんなこと、でもさ、逆にできたっていうことがさ、意外とできるんだ。あー、危ない、あれ意外と回避してってんだけど俺。これ絶対死ぬと思ったけど。普通だったら逆にテンパって死んじゃったけど、俺分かったわ。ワンチュッサー、俺さ、自信があったらさ、結構うまくいくタイプじゃない。俺マイクラでちょっと自分で自信なくてさ、メンタルいっちゃってるパターンあるよこれ。自信持てばいける可能性が出てきた。よし、じゃあちょっと要塞ないかな。あ、ちげえ、速くなる原因分かったわ。スニーク速度のやつじゃないこれ。スニーク速度、これすげえ。あれだ、アップデートでさ、ついてたやつだよね。これがついてたわ今。だから俺こんな速かったんだ、すげえ。うわ、要塞あった、要塞あったぜ。なんかね、もう自分に自信ありまくるから、むっちゃこういうね、ああいう石場とかにもこうやって、あ、危ね、ああいう虫歯とかにも
どん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 果敢に攻め込むキヨキヨが今無言で今ご覧にできますいやだからね、出れたところ本来絶対行きたくないんだけど、これなんかちょっとこうアクロバティックプレイが全然あれで失敗しまくる失敗しまくるけど、やっぱでも今のでやつは死んでたからね今ね。あ、今これでドヤ顔で本編っていうかチートなし世界でやつ、こういうのとかさ俺今まで やれなかったわけよ。嬉しいわ、ちょっとなんか、いや嬉しいっていうか嬉しいっておかしいんだけど、よっしゃ入れた、来たぜ来たぜ来たぜ。ウィザスケ見たい。ウィザスケ何なんだ。ちょっと直上堀も普通だったら危ないけど、今もう地震過剰だから出れたんじゃない。お、恐ろしい要塞、あざーす。まだ要塞じゃなかったのここ。お、来た、これたこれたこれた。よっしゃ行くぜ、ウィザスケ来い、ウィザスケ来い、ウィザスケ出てこいや。いた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 。ほらほら、俺は無敵の男だぜ。ほらスケルトン、俺を撃て、俺撃て、俺に当てろ。全部外すな。あほらウィザスケ戦おうじゃねえか。よいしょ、おお、来た来た来た、なんか来たよ。なんか待って、黒い状態にはなっちまう。実家戻る、一回ちょっと避難して。さあ、ウィザースケルトン剣、せーの、はい。うわあちょっと振りかざしてみよう。やってみよう、やってみよう、やってみよう。強すぎ強すぎ、俺これ楽しいんだけど。よし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 、これ取ってみよう。待って、一回筋肉食っちゃう。いや、いいか、おいじゃ。わあ待って、わあ100本手に入ったんだよ100本手に入ったんだけどちょっと待って、やばすぎる、やばすぎる。よし、これエンダーマンからエンダーマン行こうぜ。ちょっとアクロバティックプレイ見せてくよ。アクロバティックキヨキヨ、オッケーオッケーオッケー。あー危ない。待って、これ落ちてたわ今ちょっと落ちてたわこれやっぱアクロバティック救急しちゃダメだね本来は俺しちゃいけない人です。うん、俺気をつけないとダメだ俺。おー、ここあれだね、ネザーラック積まれてるからこっちが帰り道で合ってんね。俺ちょっと待って、俺チート使うと俺上手くなんだけど違うチート違うチートでじゃないよ。じゃなんか本当にこういう斜めジャンプできませんでしたあれなんかな、なんか調子いい時あんだけどねポリポリほらこのアクロバティックさ、ほらこのアクロバティックさを見よう、このダッシュ、ほら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 、はい早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 い。おい、階段部部長じゃじゃん菊池さんもこれね大満足のねステップでしたよ。よし、そしたらエンダーマンいたら狩ろう。よし行くよ、せーの、はい。うわあおー、すごい 2.5 スタック。いやいいねこれ、エンダーマンでさ、エンダーパールで着地してこうぜ。そしたらオッケー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 、これ結構いいかも。でエンダーパール俺遊びとしてたくさん欲しいわ。あー、くれ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 、俺にエンダーパールをくれ。おおたくさん持ってた。帰りましょう。よし、俺はここから着地するぞ。いけいけいけ、どうだ。うわあああ、危ない危ない、びっくりしたびっくりしたびっくりした、投げちゃった。あー、怖い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 。どっちだっけ、こっちじゃない、こっちじゃない、こっち、なんか記憶あるよ、多分こっちだと思う。おお、すげえ、やっぱエンダーパール、ね、あーたたたたたたた、オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺からなるともうこうか、オッケー、俺からなるともうエンダーパールで入っちゃう謎の。よし、そしたらさ、ファントム欲しくね。よし、エンダーアイ、まあまあ16個、まあ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 、2スタックあればもういい。ワンスタック作っちまえ、ワンスタックワンスタック作っちまえ、もうこれ。あ、大盤振る舞いだ、大盤振る舞い、オッケー。あ、見てくれ、エンダーアイがワンスタックだよし、じゃあちょっとファントム湧くまで待ちまーす。ちょ、全くファントム生まれないんすけど。いやマジで今20分間ぐらい僕ツイッター触ってたんですよ今ね。ツイッター触ってたら全くファントムが来ない。なんだけど、もうすぐ夜来そうなんだよね。あれ？いや、だから、ちょっと一回方向だけ確認して、やりましょう。いきますよ。せーの、はい。
あ、こっちね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 、はい、こっち。ネザーラック、オンザネザーラックですごい分かりづらいけど。すんげえ分かりづらいけどね。はい。オッケー、じゃあこっちに、はい、矢印作ったんで、こっち側に行くっていうことでいいんだけど、一回こっち、いやでも、エリトランだったらもうエリトランも欲しいわ。ファントム来いよ。来い、来い、ガチで来い。湧きませんやん。ちょっと本当に湧かない。もういいよ、じゃあもう。20分湧かないから、なんか俺変なことしちゃったんかな。じゃあ一回こっちの方に、もう歩きながら行きましょう。ファントムが湧かないよ。じゃあ1200マスぐらいまでちょっと行きましょう。ちょっとね、ぼーっとでね、ぼーっとしてたらね。はい、ということでファントム開くんじゃないでしょうか。お願いします。こっちで一回投げてみよう。ぴょーん。あれ、ちょっと曲がった。ちょっと曲がったよ。もうこれ、あ、割れちゃったわ。どんどん割れていいで。どんどん割れてもらって問題ございません。いやー、ただちょっともうこの辺からも適当に投げてみよう。ぴょーんって。あー、続くね、続くね、続くね。これもはや取りに行かれません、俺ぐらいになると。俺ぐらいになるとね、取りに行かんのよ。うん、放置だよ、放置。あー、ぴょーんってね。はい、ぴょーんって。あー、こっちだ。ちょっとちょっとあれ、この山の下とかなんじゃない。これちょっと使い捨てエンダーアイ、これはチートに染まったね、俺も。ついに、あ、すごい、キノ、キノコバイオームだ。すげえ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 、え、すげえ、これ人生で数回目だよ。よし、ちょっともう一回投げてみよう。あー、続くね、続くね、線路はどこまでも続くね。そしてファントムは、君はどこへ行ったんだい。うわー、すげえすげえすげえ、うわすげえ、うわ、ね、激レアじゃん。激レアな人おる。これ激レアだよ、これすげえ、やば。あ、戻った戻った戻った、この間だ、この間。そして激レアの間。よし、じゃあちょっとこの辺からもう一回投げてみよう。あ、この辺まだまだ戻る。使い捨てすごい贅沢。あれあれあれ、ちょっと、まあ海の中か。ん、この辺じゃない。じゃあ、うわー、真下に入ってった、真下に入ってった。すげえすげえすげえ、こんな真下に入ってくんだね。よし、じゃあちょっとここだね。オッケー、やってみよう、やってみよう。おい、ファントム結局生まれなかったんだけど、ちょっと頼むよ、本当に。一回昼になったらもう一回出てきてみるか。いや、そんなことないよな。そんな難しいことしてないはずなんだよな。よし、じゃあちょっと一回、あ、壊れちゃった。これどうやってやってんの、みんな。どうやってやってんだろう。これ下だって置いたら壊れちゃうよね。どうやってやってんの、みんな。階段掘りすんのかな。あ、でもこれでこうか。あ、これでこうなんじゃない。オッケー、よし、こっからじゃあちょっと、もう直下掘りしたれ、直下掘りしたれ。直下掘りしちまえ。よし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 、ちょっと待てよ、これどうしよう。普通に死ぬ可能性あるな。エンダードラゴンどうやって倒そう。エリトラあった方が確かに便利なんだよな。おー、入れた入れた入れた、来た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 、アイスパイ来たよ。その上で、その上で、その上で、よいしょ、よいしょ、よし。行ったれ、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 レッツゴー、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 レッツゴー。目の前に出てくんじゃないの ?You, you. なんかさ、みんな中央階段とか言ってるよな、こうやってなんか、ね、あの、玄関がどうのこうのみたいに言ってるけど、あれ、なんなんすかね、玄関って。見たことないんだけど、玄関。お、新天地か、これ。新天地っぽいな。おったーたた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 た。よし。よし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 。この無限の、無尽蔵のエンダーアイをオンラインさせていただく。よし。よし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 。そんでもってだな。いや、これちょっと、リス設定むっちゃしたいところだが、できねえ。いや、俺はもういらないだろ。リス設定なんざいらん。いくぞ、ファントム。どうな、奈落に落ちたら俺は終わりだ。
奈落に落ちたら俺は終わり。エンダーパール準備 OK。 エンダーパール準備 OK だ。 OK、 よし、奈落に吹っ飛ばされそうになったらエンダーパールでいくぞ。俺は今レズ設定を一切していない。これちなみにダメージ増加エンチャント100ついてるから、これワンパンいけんじゃねえの。これワンパンいけないかな。だってダメージ増加100だよ。100倍だぜ。よっしゃ、もう俺は一回これ倒すのやめよう。うん、一回エンドクリスタル破壊するのやめて、諦めて、いきますさあさあさあ、これエンダードラゴン来たら俺はエンダーパールで中に入り込む。よし、いくぞ。いや俺もう全能苦心ある。ワンパンで行こうぜ。ワンパンでいけるっしょ。しかもさ、エンダードラゴン俺のこと攻撃したらさ、あれじゃね、ブレス反転しないかな。トゲの鎧ってブレス反転しない？ちょっと一回打たせてもらおう。一回打たせようぜ。一回直受けしてみたい。しゃあ、俺にブレスを吐くんだ、エンダードラゴン。さあ来い。さあ直で受ける。あれ関係ない。かつ俺金輪国食べてるから、あれ何もダメージ受けないあれだな。で、じゃあエンダードラゴンのブレスは関係ないんだね。トゲの鎧でさ、エンダードラゴンバチンつってさ、一撃になる可能性もあったからさあさあさあ怖い。奈落以外で俺は勝ちだ。来た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 、降りてきたようだね。降りてきた。吹っ飛ばしだけ気をつけよう。吹っ飛ばされんのだけ気をつけてれば俺は勝てる。よし、 OK。 これでここで待機しても大丈夫だね、多分ね。よし、行くぞ。ワンパンゲーミング、はい。うわすげえ、うわーって、早くない？どっか行っちゃうのでワンパンどころか、まあまあ5分の1ぐらい一発で削れるんだけど、ポンポンポンで多分倒せるからね。うん、あと2発ぐらいで。ちょっと早くない？今のすぐ飽きちゃう。飽き性だね、このエンダードラゴン。このエンダードラゴンすぐもうええわっつってもう羽休めええわっつってエンダードラゴンちゃん全然降りてきません。ちょっとエンダードラゴンちゃん全然降りてこないし、なんか すごい吐きまくりです。ちょっとこっちの方行ったら降りてくるジンクスちょっと一回作ってみようかな。あっちの方いたから降りてこないんじゃないかなっていうね。うん、どこいる。うわ、近い、結構近い。よし、おい、ビビってんじゃねえのか、エンダードラゴンよ。おいビビっちゃってんじゃないの。さっきもさ、そんなすぐ飛び立っちゃって。お、来るか。花火なんだよな、ただの。来たよ。さあ、いらっしゃい。お待ちしておりました、エンダードラゴンさん。お待ちしておりました。よし、はい。また一発？ちょっとおこじゃない？おこじゃん。エンダードラゴンさん、おこですよ、今日。お、来るか？来た、すぐ飛び立つんじゃないよ、君。いや、早くね？なんで？そういう感じ？今日。今日そういう感じ？それもうこれ縦積みしてった方がこれ壊す？じゃあもうこれやるしかねえか。これ逆にチート装備の弊害というかね、エンダードラゴンびっくりしちゃうっていう。あれ待って、降りてきてない？降りてきてるね。 OK、 早い、素晴らしい。ダメだ、びっくりしちゃうんだ、エンダードラゴン。びっくりしてもう帰ろうっつってなっちゃうんだよね。痛っつってさ、うん、そんな痛いんだったら帰ろうっつってさ、うん、そうなっちゃうんで多分。なんか今ドカンってなんなかった今あれ今なんかドフってなんなかった今。あれ俺の特殊能力これ、さては。地下たまにあるよね、都内でもこういうこれ地下みたいな、うん、地下っていう時あるけど。これ一回一個やんなくちゃダメか。
おお見た今みんな、ちょっと待って、そんで、すごいことになってるから、そんで、ちょっと待って、すごい、うわー、俺やば、俺ちょっとマジで、あれだっす、マジで俺びっくりなんだけど俺、いや俺やべって思ってさ、うわちょっと待って俺、なんか俺もちょっと覚醒してるよ今、俺も覚醒してる。すっげえ嬉しい。いや、まあ、落下耐性あるからさ、大丈夫今のいるみたいなね。うん、そうにもなるんだけど、よかったー、すげえ。ちょっと俺自分に今日自信出てるわ。おおちょっと待って、今見たみんな今ちょっと待って、いや別にこれそういう動画じゃないんだけどさ、今俺あ死ぬって思ってた、すごくない、すごくない、俺自画自賛 TV チャンネルですよこれ、やべ、オッケー、あくそ、あ惜しい、あ惜しい、自画自賛 TV をご覧の皆さんこんにちは、キヨキヨです。やべえ、スーパープレイ2本飛び出したわ、俺ちょっと今日いいかもしんない、センスが今日マイクラセンスがいいかもしんない。あれ壊せてない、これあれ壊せてるジックじゃないこれ、さては、あれここ壊せてる、いや買わせてねえわ、回復してるわやっぱり普通に、やべ危ねえ、いやこれはもう慣れてきたわ、ちょっとダメだ、あんな爆発すんだねあんな爆発すんだね、やばい、飛んでヒールに夏の虫します、オッケー、はい失敗あぶね、あれ今なんかエンダードラゴン勝手に死んでるんだけど、あれさては俺攻撃受ければ、そういうこと、高等テクニックすぎる、高等テクニックだな、俺勝手にやられると思って相手にダメージ与えてたっていう、羽の下行けばいいんじゃね、俺羽の下だっけ、羽の下飛ばされるだけか、これ回復してる、してないよね、オッケー、やっと来れました、来たよ、さあ時の鎧か、さあ違う、危ない危ない危ない、オッケー、やー最高時の鎧やったー、もうちょっとビクビクしてました俺、飛ばされた、どうしようと思ってたけど、クリアー、よいしょ、でーん、あれ、あそうだベッドがないから、そんでファントムは、はい今クリエイティブでね、どうなんのかやってみます、ほら行くよ、ほら、うわっ、えなんかゲットした、お、えちょっ待って、あれ、いやすごい、ダメージ軽減と、耐久力あるんだけど、ダメージから身を守りながら空を自由に飛ぶ力を持つ、えでもさあれじゃない、あれちょっと待って、これいや自由に飛ぶのはいいんだけど、あれじゃん、ロケ花なかったんかいー。